スラブヤンスクは、ウクライナ東部の都市で、ドネツク州内のスラブヤンスクライオンの行政的な、中心都市である。町の設立は1676年で、人口は129,600人である。スラブヤンスクは2014ウクライナ親ロシア紛争の、焦点となる都市の一つである。1917年の絵葉書に描かれた駅、スラブヤンスクは、ロシアのツァーリであったアレクセイによって、 クリミア人の襲撃に対抗するため1645年にロシアの南の外れに国境の要塞として創建された。1676年にトワーと名付けられた要塞が風にいいトレツ川と先いいトレツ川が合流しドネツ川の支流であるトレツ川が形成される河畔に建てられた。その後まもなくトワーの町は要塞の次に成長した。 いくつかの塩湖が町の近隣にあり、塩が産出されるようになった。16世紀には、塩の生産は地元の主要な産業となったが、18世紀には利益を得るものではなくなり1782年12月21日に終わりとなった。1784年に町は、現在の名称であるスラブヤンスクと解消され1797年に、 ロシア帝国のハリコフ・グベールニアの一部となった。1941年10月28日にナチスドイツがスラブヤンスクの街を占領した。同年12月にはナチス親衛隊のアインスッツコマンド4ビットにより外に住んでいた1000人を超えるユダヤ人が処刑された。1944年2月17日に赤軍が占領していたナチスを追いやった。 メディアを再生する親ロシア派の市民2014年4月13日2014年4月12日2014年ウクライナ騒乱が続く危機の中マスクをし軍服や防弾チョッキを着用してカラシニコフ突撃銃で武装した男たちが行政庁舎や警察署ウクライナ保安庁の庁舎を占拠したウクライナ内省のアルセンアワコフは武装勢力をテロリストと言い表し ウクライナの特殊部隊を使って、庁舎を奪回することを決めた。2014年4月13日には、武装集団とウクライナの治安部隊の間で戦闘があり、双方に死傷者があったと報道された。BBC のデビッド・スターンは親ロシア派の武装勢力を、ロシアの武器を携帯し2014年クリミア危機が始まった時に、クリミアの軍事施設を占拠した兵士に似ていると述べている。 2014年5月29日に、親ロシア派の武装集団の攻撃により、ウクライナ軍のヘリコプター1機が撃墜され、将軍1人を含む、将兵12人が死亡した。ウクライナの大統領代行、オレクサンドル・トゥルチノフは、テロリストの攻撃と述べ、親ロシア派の武装集団を非難した。スラブヤンスクは2014年7月5日まで、分離主義の武装集団により支配されていたが、 ウクライナ軍により、ドネツクへ追われた。スラブヤンスクの気候は、ケッペンの気候区分では、暖かく穏やかな夏のタイプの、湿潤大陸性気候に区分される。スラブヤンスクの主要な産業には、コークス製造用の化学装置などの重機械の製造や、鉱山関連の機器、クレーン、絶縁体の製造などがあり、生産された製品は、各地で使われている。また現在では、 町の近くの塩湖の底から泥を利用したスパトリートメントや泥の風呂を提供する重要な保養地にもなっている。スラブヤンスクは多くの鉄道や道路の結節点になっている。現在、三つの鉄道駅があるが一つは機能していない。三つの鉄道路線はロザバやクラスニリマン、クラマトルスクへ通じている。ハイウェイは町の外れを M03 号線が通っている。 国道 N-25 号線はスラブヤンスクからマリウポリへ通じている。地元の人々は常設の2路線と夏のみ運行される1路線のトロリーバスが利用できる。小型乗り合いバスのマルシュルート化は広く利用されている。ありがとうございます。